ける、たける、心を殺すことはある。今回の動画は青森県のサンスさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。風の中のスバル、砂の中の銀河、みんなの声いた。すいません。東京から、第6チャンネルっていう、ちょっと YouTube を作ってて、第6チャンネルっていう YouTube を作ってて、なんか大体、街中にいる人に、まあ、今までどんな人生歩んできたかみたいなことをインタビューさせてもらってる、なんか YouTube 作ってて、よかったら、今日、30日ですか今日。はい。今日30日だ。今日30日です。よかったら、明日の30日だ。はい、はい。明日31日ですね。え明日31日ですね。31日だ。はい。あ、そうですか。はい。うん、で、ちょっと お礼のお金もお支払いさせていただくので、よかったらちょっとインタビューさせてもらって。インタビューや。うん。どういうなんだべ。僕が気になったことを聞いていきたいんですけど、うんうん、この荷物は全部お父さんなんですか？ここの。あ、これは我らせのね。お父さん、もうおいくつなんですか？えおいくつなんですか？あ、私ね、はい、今、67なんですけども。あ、67歳ですか？はい。こっちからじゃあ見ててもいいですか？うん、いいよいいよ。うん、え、この荷物の量、これ全部なんかいるものなんですか？うん、これは私ね、こう、ホームレスで見て分かるとおりなんだけど、はい、公園の方でね、はい、撤去するってことで、うん、うん。譲ってきたんだけども。あ、いろんな公園を追い出されて今ここに置き、生きていたみたいな感じなんですか？まあ、そんな感じだよね。あ、そうなんですか。あ、うん、僕、三谷って言うんですけど、お名前、なんか、呼んでいいお名前ありますか？ヨレオって言うんですけど、ヨレオ。頼るのね。頼る、ヨレトモのヨレで、はい、オスって言うんですけど、ね。それでヨリオさんって言うんですか？はい。かっこいい名前ですね。いや、かっこいいよくないんだけどね。親が好きな名前だからね。うん、ヨリオさん、これ、なんか荷物こんないっぱいあるじゃないですか。うん、これ、全部いるものなんですか？これ。これは全部いるものじゃないんだけどね。はい。いろいろこう、集めてるでね、こうなっちゃってる。あ、そうなんですか。だって、なんか、この、スーツケースの量多くないですか？うん、1、2、3。使えるもので、ね、あったこっちから持ってきたんですよ。あ、持ってきたのが多いんですよ。そうなんですか。うん、苦情来るもんだからね。苦情来て。そうですよね。うん。これなんか置いてると。へぇ、ね、だから。これはヨリオさんのカバンですか？あ、これは私なんですけども。はい。この新聞とかも？新聞は、そう、今持ってきてくれるんだけど。あ、差し入れをしてくれるんですか？いろいろこの世代とかね、長くやってるもんですからです。すごい。ホームレス歴はどんぐらいなんですか？ああ、レギュラーなんで、結構な、15年ぐらいになっちゃってね。へぇ、あ、そうですか。うん。なるほどね。最初からこうなると思わなかったんだけどね。あ、まあそうですよね。うん、あの、張り紙。あの、背の方でね。あっていったもんだから。あ、これですか、うん、公園内には本物件を放置した方、うん、当公園を占有しています。あ、5月28日にこれ撤去される。あれでも5月28日過ぎてますね。すぐなんだけどね。2、3年で待ってきろという、話をして。はいはい。うん、私もまだこれね、1ヶ月ぐらいかかる予定なんだけどさ。あ、直す。あ、これはでも、綺麗にしようとは思ってるんですか？綺麗にして、まあ、片付けるんですよ。あ、片付け、あ、ちょっとずつ捨ててるんですか、うん、えちょっとずつ捨ててるんですか、どっかに。捨てるわけないんですよ。量がちょっと多いもんだからね。なるほどね。うん、よりおさんは出身どこなんですか？あ、出身は青森の方なんですけども、こっちに来てもう30何年ぐらいになっちゃってね。あ、そうなんですか。うん、そもそも青森はどんな家庭に生まれたんですか？
いや、うちは農業なんだけどね、もともと農家だったんだけど、その時は親が亡くなっちゃって、はいはいはい、こっちに来たんだけどね。ご両親亡くなったんですか？そうそうそう。何歳ぐらいで？私が中学校3年生の時ね。両親とも？いやいや、親父の方ね、親父の方が亡くなってね、それで私がほら、後継ぎっていうかね、男一人だもん。地が過ぎてね、それから働かざるをいなくなっちゃってさ。ああ、家族、家計を支えるためというか。うん、だぞ、親父が亡くなったもんだ。へえ、うん、あ、それで仙台に来たんですか？うん、そう。いや、そういうわけじゃないけど、東京とかね、いろいろこう、ね、集団就職じゃないんだけど、ああ、地が過ぎるね。はい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 、うん。ちなみに、兄弟はいたんですか？まだ兄弟は2人いるんだけどね。あと、下に？妹？女なの。あ、妹が2人いたんですか？あ、でお母さんと妹2人のために東京に出稼ぎ出てたんですか？そうね。へえ。その時お母さんも一応働きに出てたんですか？農家だ。あ、そっか。お母さん一人で農業やってたんですか？それからね。大変ですね、それね。うん。15歳とか就職してるじゃないですか。うん。まず何したんですか？建築現場とかね。あ、東京で？うん。町田市って。あ、町田市ね。はいはいはい。うん、町田に入ったんですか、最初？町田のところのね、団地作ってやつもね、5歳ってやったもん。あ、なるほどね。うん、最初はね。どれぐらい町田で働いたんですか？東に1年ぐらいかな。うん。へぇ。働いて、はい。で、まあ、稲刈りに帰ってきてね。え？稲刈り、これね、稲刈り。ああ、稲刈りのタイミングで。忙しい時ね。はいはい、戻って。冬の間はこれね、そんなないもんだから。はいはい。あ、また東京行って。うん、まだできないけど、失業保険っていうね。失業保険って雇用保険ね。はいはいはい。それで、まだ、ある。タブイ終わってからまたね。へぇ。手稼ぎで。うん。で、それでギャンブルを、消えるのを食いちゃってね。ギャンブル何歳ぐらいから覚えたんですか？何歳だね。17歳、そうかな。働いて金も。あ、貯金はせずに、働いて金を全部ギャンブルに。うん。そこで、ほら、するとこ。おぉ。しないで、ギャンブルだね。おぉ、無理なんてって。それ、どうなんですか？その、仕置き売り止まっちゃうじゃないですか。うん。お母さんとかから、なんか、連絡来たりしないですか？いや、やっぱりそういうのは来ないんだね、やっぱり。そうそう、日が面ぐらいだからさ。あ、そうか、電話が。電話なんてもうあったんだけど、はいはい、電話なんかしたことないからね。あ、そうですか。うん、やっぱりこれね、日が面ぐらいで。へぇ。うん、まあ、電話はあったのはあったんだけど、結構使う人に願ったのね。なるほどね。金かかるから。なるほどね。うん。そういうふうなギャンブル三昧の日々が続いて。うん、それから、今度。あんまりうちに帰れないようになっちゃってね。はいはい。青森帰らず。うん。もう、帰らないで、今度、あちこち転勤するようになっちゃって。へぇ、転勤っていうのは、その、建設現場を転々とするとかなんですか？うん、そうだね。へぇ、どこ行ったんですか？大体。ずっとね、大阪とかね、大阪から、長野県とかね。はぁ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 。うん。大阪、長野。長野県とかさ。ああ、じゃあいろんなとこ行ったんですね。そうですね。うん。へぇー。働いてね、山の方行ったらね、ここら辺からでもギャンブルで名古屋行ったらしね。へぇー、そこギャンブルやめられないですね。泊まり込みで病気だね。あ、そこ依存症というか。そうそう。へぇー。うん。でも、それ借金とかしなかったんですね。借金はしなかったね。あ、でもそれが偉いですね、ちゃんとね。ちなみに結婚とか、なんかその、彼女とかはできなかったんですか、その間。彼女は、その間もできたことはできたけどね。はいはい。うん。池袋とかさ。はいはい。おばちゃんだよね。おばちゃん？うん。昔はね、売春っていうから、青線ね。非合法の。うん、50何人だもんね。はいはい。非合法の、そういう。そうそうそう。青線っていうかね。へぇ。あれやる。座布団売春ってやつ。座布団引いてエッチするとどうですか？座布団引いてやね、いるわけさ、呼び込むっていうかね。はい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 。飛び出しんちみたいなシステムですか？そういう感じ。ああ、っていうのが普通に。うん、普通になったの。あ、その、別に飛び出しんちじゃなくても。うんうんうん。へぇ。安かったのね。いくらですか？あの、1000円ぐらいだよ。1000円で？あ、まあその当時の金額の感覚わかんないですけど、まあ1000円は安いですね。安いですよ。で、仙台に行き着いたのはいつなんですか？今から30、何年ぐらいになるね。あ、そうですか。それなんで仙台にしたんですか？それも建設の仕事ですか？いや、不意じゃないんだけど。はい。うん。私は古道具でね、こういうのをやって。ああ、その、なんか、
古物商というか。古物商。何やったから、そんな。あ、そうなんですか。うん、それ何で儲けたんですか。何で儲けたんですか。やっぱりギャンブル。あ、ギャンブルで儲かった時期があったんですか。え、どれぐらい儲かったんですか。300万ぐらい。え、一月で。うん、ギャンブルって何ですか。パチンコ、競馬。競輪。あ、競輪で当たった300万で、うん、豪遊してたんですか。へえ。で、マンションからですね。ほうほう、遊んでてもダメだからこれね、もうみんな使い始まったら早いから、ほうほうほう、で古道具屋やったんですよ、ほうほうほう、リサイクルやね、リサイクルさんやってやって、うん、友達と一緒にやってるんだけど、でそいつがサラ君でね、ガンブル作って競馬でね、ほうほうほう、サラ君作っちゃって、ほうほう、私もほんと不評になったもんだ、ほうほうほう、そいつがほんと夜逃げしちゃってね、あ、その人か、うん、私は臨時保険になったもん、へえ、じゃ借金かぶってきちゃったんですか、いくらですか、200万ぐらいか、あー、そっか、でもきついっすよね、俺そこに払わなくなるんだ、へえ、一回でも払ってダメなんだよね、みんな取り込んで囲んでやってさ、へえ、うん、それで、私はこの値回るのになったって、はあ、はあ、でその人が4年にして見つけたんだけど、はい、200万円払う、あれ来たんだけどさ、はい、まだいなくなっちゃう、へぇー。毎日のほら、糖尿病だから。あ、糖尿病ですか？いや、私たちなんか。あ、その人かね。その人が。へぇー。あ、いいんだよね。なるほど、ね。一緒に仕事しちゃうんだけどさ。はぁ、あ、はぁ、あ。私は宿ってね。で、裁判でこれね、犯罪したもんだから。はぁ、あ、はぁ、あ。払わなくてもいいんだったもんだけど。あ、自己破産したってことですか？自己破産。あ、犯罪ってのは。そうそうそう。あぁ。うん、それで、これ、飲んだくれちゃってもう。あ、それでね、ストレスでね。もう、どこしちゃかなと思ってるね。はぁ。このぐらいまで追い詰められるっていうか。なるほどね。見つけるね。はぁ、うん。でも、じゃあ結局返してもらえないですもんね、そんなんで。うん、でも、もう、その、帰りはもらったんだけど、また言いにくくなっちゃった。それ何歳ぐらいの時の話ですか？あ、多分、若い時だからな。30歳ぐらい。40代ぐらいかな。40代でね。うんうん、そっから、それをきっかけのホームレスになるんですか？それがきっかけだね。あ、なるほどね。うん、それで、朝来ちゃったってね。で、最後になんだか、ガンジスんだとかって。え、本当だか嘘だかわかんないけど、はい、ガンジな、もう年だからね。あ、ガンで亡くなったんですか、その人。亡くなったとかって。ああ、なるほどね。で、私もなんか、鳥用がなくなっちゃってますね。なるほどね。鳥から私も隠れるようになっちゃってね。追っかけます、ね。ああ、その借金取りからね。うん。借金取りから逃げていくうちにホームレスになっちゃったんですか。まあそういうことだね。冬はどうしたんですか。冬はだからね、いつも毛布を飲んでね、はい、うん、それで今までやってきたんだけど、え、だって雪とか降る日あるんじゃないですか。雪は降る。降った日どうするんですか。降った日はちょっと隠れざるで、ハスの下で隠れざる。ああ、もともと東側の方にいたんだけどさ、え、東側の方にいたんだけど、はいはい、あれがちょっと洪水でね、おー、すごい洪水で流されそうになっちゃってさ、なるほどね。震災の時とかはどこにいたんですか。あ、震災の時ね、震災の時はあそこのね、大橋ってそこにあるんだけど、はいはい、あそこの下にいたんですよ。はいはい、その時、ガフが飲んちゃうんですよ、お酒をね。うん、震災の時、はい、あれ、カラカラってしてね、はい、何が俺落ちてくるかね、はいはいはい、うん、ほんで、あれあれ、何度も嫌なんだっけね、はいはい、そんなに大切なの思わなかったんですよ。はいはい。あんたはもう立てられないってね。はい、あら、これ大変だなと思ってね。はぁ。その時も引っ越しのあれだったんだけどね。引っ越し？いや、引っ越してくれって言われてんだけど。あそこの場所からね。はい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 。で、あ、これ、こっちのだなと思ってね。震災のとこへね、はい、登るものあれ、着るものとかね。はいはい。届けたらね。へぇ。うん。どっかでこの生活、やめたいなとか思ったことないですか。いや、やめたいなと思ったら何回もあっけるもんね。はあ、はあ、うん、やっぱり年も年だしね。うん、うん、最近働きさえも行ってとかいろいろあるんだけど、はあ、はあ、うん、うん、今の間の方で働いたらね、はあ、したんだけど、はいはいはい、自分が気づくってね、やっぱり。ああ、うん、建設系どうですか。うん、若い時解体屋とかね、はいはいはい、やったことあるんだけど。なるほどね。うん、これは体がついていかないもんね、若い。まあそうか、そうですよね、うん。生活保護とか受けないですか、じゃあ。生活保護は、いつもね、申請したこともあるんだけど、はいはい、私もいいんだけどね。
あー、取んないんですか。最近はこういう風に考えてきましたよ。え、若い時はそんでもなかったけどね。若い時は嫌だったですか、やっぱ。うん、若い時はね、嫌だった。あ、生活も嫌だったですか。へー、うん、ご飯食べるものとか、うん、その最低限のお金が必要だったりとかするじゃないですか、うん、そういうのはどうしてるんですか。そういうのは、いろいろ漫画本を拾ってきたりで。あ、それ売るってことですか。うん、そう。あと、これリサイクルをあれ、長くやってやるんだから。あ、ほう、うん、もうこれ結局買ったんだけどね。じゃあリサイクルショップに売ったりとかどうですか。うん、リサイクルやっちゃうもんだから。へえ、だからこれそういうのは分かってんじゃん。え、じゃあ今所持金いくら持ってるんですか。所持金は今いくらもないね。300円ぐらい。ああ、その300円をどうやって手に入れたんですか。300円はあの今日は本を売ってきて。ああ、古本屋のね。へえ、なるほどね。安いけどね。へえ、うん、なるほどね。うん、ホームレスの今までしたことないですか。あ、僕がですか。あ、したことないです。取材、あの、こういう、あ、取材な、話聞いたことありますけど、こんなに荷物持ってる人は初めてかもしれません。そうですか、はい、これちょっと、いや、あまり異常なんですよ。はい、はい、すごい量ですよ、ね、すごい量でね。はい、はい、うん、これとかだからお金になるものも あるってことですか、この中にも。お金になるものはない。あ、もうない。あ、うん、そうか、お金になるものを取り除かれた残骸ってことですか、これ、うん。まあ、あの、これ昔は結構ね、あの、その前はこれ結構あったけど、ほうほう、今はもうあまりお金になるものないですよ。あ、前にホームレスの方に、はい、あのギャラで5000円払ったんですけど、ああ、5000円で少ないと言われたんで、今じゃ7000円で。え、この辺ですか。はい、あ、じゃあよかったら最後、ね、この1000円で、ね、ご飯買って、ご飯食べてるとこ撮らせてもらっていいですか。ご飯食べてると、はい、よかったら。あれ、じゃあ、あの、どうしすっぺね、ご飯食べてる。じゃあコンビニ行ってなんか買えません。あ、コンビニ行って、はい、で、これ、あ、じゃあ、でこれ6000円のギャラで、これ1000円でコンビニで買いました、なんか。あ、いいっすか、これ。あ、いいっす。あ、どうもすみませんでした、ありがとうございました。あ、分かった。風呂は入りますか。あ、風呂はね、全く入ってないんですよ。風呂入りたくないですか、シェフに。え、風呂に入りたくないですか。風呂には入りたいんですけどもね、はいはい、うん、いつもこれ片付けるからねと思って。あ、そうですか、はい、よかったら僕のホテルで入りますか、風呂。いや、ホテル、いや、私もね、気持ちありがたいんですけど、はいはい、いや、早めに片付けないとダメなんですよ。あ、そうですか。ちいだつまでってことなんですけども。あ、そうか。あともう、あ、てか、明日、明後日ってことですね。明日、明後日なんですよ。なるほど、なるほど。はい、何食べたいですか、ちなみに。最後。私は、何でもいいんですけどね。はい、何が好きなんですか、食べ物は。食べ物は、何でもいいですよ。何でもいいですか。あ、ちょっと行ってみましょうか、コンビニ。でも、最近はじゃあ、その、片付けたら、生活保護申請しようかなっていう感じですか。それはないね。あ、ないんですか、うん、今のところ。あ、そうですか、うん、へえ、なんでできるならばね、私も働きたいなと思ってるんですよ。あ、そうですか、うん、どっか、何系のお仕事ですか。うん、やることは大体ね、建設関係ですよね。あ、なるほどね、うん、でも67歳でここから力仕事結構しんどくないですか。いや、住んでいけどもね、世界のこうあれになるのもね、はい、体動けるでね、何ぼかでも働こうかなと思ってるんですけど。あ、なるほどね。それでも弱ってくしね。いや、ですよね。はい、前のあれ、ちょっと手術してね、どこヘルニアってやるの、脱臼するね。はいはい、ヘルニアの手術したんですか。うん、そうね。あ、ホームレスになる前に。いや、ホームレスになってからね。怪我して、うん、あ、救急車お世話になったんですか。え、そうそうそう、それ治ったんだけどね。はいはいはい。その仕事先でそのヘルニア発覚したから病院連れてってもらったというか。うん、ちょっとね、先のね、はい、中毒っていうか。ああ、酒飲んでて仕事してたんですか。酒飲んだらね、はい、ボールしたっていうのあげなんですよ。ああ、酔っ払ってて。絶対には体だけで昼いるよ、先生でやれ。はいはい、あの駅前の方でね、はいはい、揉み事になったんだっていうわけなんですね。あ、そうなんですか。首でなんだろう、これね、爪で引っ掛けたとかって、はあはあ、全く身の覚えないんだけどね。あれ、そうだね。うん、へー、その限りね、はあはあ、で、お世話になっちゃってさ。あ、そうなんですね、うん、へー。何食べたいですか。あ、
来たことありますか。あ、蒙古タンメン来たことあります。蒙古タンメン食べたことあります。あ、何でしたっけ。はい、うまいですよ。あ、うまいですか。辛いの平気好きですか。辛いの平気ですか。辛いのダメです。あ、じゃあダメか。フラミンでいいですよね。あ、でも、もうちょっと美味しそうな、ここからやりましょう。なんかカレーとかじゃなくていいですか。お腹の玉の飲んじゃなくていいですか。カレーもいいの。あ、エビとどっちがいいですか。唐揚げと。え、あとじゃあ、じゃあ多分絶対栄養足りてないと思うんで、あの、そんなことないですよ。サラダも食べましょうよ、じゃあよかったら。はい、せっかくだから、じゃあお水も。あ、ね、コーヒーいただければね。あ、コーヒーがいい。あ、いいです。じゃあコーヒー。あ、すみませんでした。ま、何のコーヒーがいいですか。まあ、何でもいいんですけど。ホットと、いや、ブラックとか、なんか無糖とか。あ、ブラックが好きなんですか。ブラック、あ、ブラックありますよ。はい。じゃあこれで払っていきます。はい。お釣りは あげます。どうぞどうぞ。あれ、あっためて送りました。え、あっち見てほしいよ。つまなくていいんすか。え、帰って。あ、そう、うん、でこれでこうやって、あ、あっためてもらった方がいいですよ、絶対。あっためてね、熱くて。あ、食べれない。え、食べれない。あ、でこれでこうやって食べたんですよ。分けてというか。分けてね。あ、まあ、かけちゃってもいいし。かけちゃった方ね。はい、帰ってね、つみてほしいですよ。あ、そうなんだ、うん、温めない派なんですね。そうそう。へえ、冷たいカレー。冷たいカレーもやっぱりこれからね。うん。あ、夏っぽくてね。夏っぽくて。うん。あ、そうですか。うん。へえ。暑いのね、カレーは暖かいのがいいんですけども。はいはい。今ズボンはね、やっぱり。猫舌になっちゃったんですか。猫舌になっちゃった。そっか、暖かいもんあんま食べないです。うん、あんまり食べないもん。カップ麺ぐらいでね。あ、そうですか。はい。まあ、まだあったかいからいいのか、うん、でも冬とかはさすがにあったかいもの食べたいですよね。冬はあったかいものいいね、これ。へえ、うん、冬の場合は。なるほどね、うん、夏場だとね、足かいてね、やっぱり。あ、そうですか、うん、で今暑いもんだから、アイスクリームなんか食べられるしね。ああ、なるほどね、うん、安いやつね、70円とかの。ああ、売ってますもんね。あれガルガルとかで。ああ、でも仙台はこれ夜は冷えからね、割と。そうですね、今もうちょっと肌寒いですもんね、うん、そうでしょ、うん、やっぱりこんな感じなんですよ、うん、夏はね、暑いんですよ。夏、まあ、夏は確かにそうっすよね。冬は寒いけどね、うん、まあね、うん、どうぞいただいてください。はい、私もカレーは好きなんですよ。あ、カレー好きですか。うん、好きなんです。こちらあります。入って暑いとね、汗かきかくね。あ、汗かくの。そうか、そしたら体も臭くなっちゃいますもんね。そうかそうか。うん、あ、冷たいから美味しいですか。あ、美味しいですね。はい、うん、いい感じに完食できそう。よかった、お腹いっぱいになった。あ、お腹がったですよ。はい、なかなか今ね、キッキでね、はいはい、うん、なんか値段も安くなっちゃってさ。はあ、はあ、あ、その、そういうバイト。うん、バイトの。どんなバイトがあるんですか。バイトは、建設現場。いや、我々ならばね、建設現場とかそういうなんて働いてる人もいるけどさ、大概ゴミ拾いとかね、ゴミ買ってくるで、あ、うん、一応の清掃もらったらね、はい、200円とか。あ、そういうゴミ拾いのなんかで お小遣いというか、まあ、うん、1000円200とかくれるようなバイトがあるんですか。そうなの、そういうのがあって ね、うん、それをからもらって、うん、まあ、じゃそれでカップラーメン買ったりとか、うん、わかんないけど、うん、そうそう、そういうふうにね、食べ物いらないですよね。うん、毎日あるわけじゃないけどね。まあね、そうですよ、ね、夜の生活はもう大変ですよ。いや、そうですよ。いや、うん、一番大変だと思います。寒いだろうし。今ね、気候が良くなったけどね、うん。冬がマジできつそうだなと思います。あ、冬はな、やっぱり崩れるぞ。夏と冬だったら、やっぱさすがに冬なんだと冬の方がきついですもんね。いや、冬の方がきついね。そうですよ、うん。寒さにはね、ちょっとね。夏はこれなんとか
あ脱げばね。厚着がね。うん。うん、私も今までに、ね、とても迅速になってますよ。はでもなんとか生きながらえてるんですね。なんとか生きながらえてんの。あ、これパスタサラダなんだ。あ、まあでもお腹痛まるからいいっすね。みんなに貸し切りもらってるね。はあ。100回も瞬足すごいです。はい、100円で助かる、命で助かったことあるよ。ああ。たの100円で。いや、でもそれだったらいいっすね。はい。うんだね。もう動きなくなっちゃう。ああ。じゃあ、はい。ゆるさん、なんて言ったらいいかわかんないですけど、頑張ってください。はい。どうも、ごちそうさまでした。どうも、はい、お疲れでした。じゃあ、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。あ、そうだ。あの、そうだ、これ、あの、配ってるんで、よかったら、洗ってください。あ、そうですか？ステッカーです。え、ステッカー。はい。あ、これは何するんですか？あ、僕の YouTube のチャンネル、第6チャンネルって名前なんで。あ、そうなんですか？はい。これ割と使い方わかんないんだけどね。あ、シールなら貼れば大丈夫です。あ、貼ればいいの。あ、なんかどっかあの大事なものに貼ってください。あ、そうですか。はい。あ、どうも。我々ありがとうございました。ありがとうございました。